ではすでに甲状腺がんを発症した子どもが出ます。福島の子どもたちの体には大きな大きな異変が起こり始めています。本当に悲しいことですけれども、今後この健康被害は広がっていくということになると思います。私たちは彼や彼女たちが正確な情報をもとに避難すべき、避難できる、避難すべき方は避難できるし、それがここ高知でも受け入れられる、そういう体制を作り上げていくべきだと考えています。沖縄の問題と原発の問題、極めて共通をし始めたと思っています。過疎の地域やそして差別をされている土地にこの犠牲を全て押し付けるような、そういう政治を変えようではございませんか。大井原発が再稼働され、大間原発の建設が許可をされました。しかし皆さん、私たちのこの行動は少なくても大井の後の再稼働を阻止をしています。辺野古に新しい基地を作らせることを阻止をしています。大井の次は伊方だと言われましたけれども、私たち一人一人のこの行動が伊方の原発を阻止をしています。皆さん、声を上げ続けようでございませんか。一人一人の力を寄せ合おうではございませんか。その行動を全国各地につなげて、再稼働阻止、原発の新建設阻止、そのことを実現をするために声を上げ戦い続ける、そのことを決意をし合っていただくことをお願いを申し上げて、集会議長にさせていただきたいと思います。本当にお疲れ様です。